覚障害者がネイリストとして活躍できるネイルサロンがあったらいいなと思い、事業を思いつきました。サイレントネイルを立ち上げます。今回マニネイルさんのオーナーである久方由紀さんです。はじめまして。聞こえないし話せない人がいることによって、お客さんも座った瞬間にイヤホンして YouTube 見ても失礼じゃないという、喋らないネイルサロンをちょっとこのように作ってみようかなと思いました。大丈夫です。ヤッホー南朝作です。今日はサイレントネイルというプロジェクトについてお話ししたいと思います。このプロジェクトは聴覚障害者がネイリストとして働く場所を提供するために始めました。私自身も聴覚障害者で社会で光を追うつもり難しさやコミュニケーションの壁を何度も感じてきました。それでも多くのサポートを受けてここまで来ることができました。ただ同じように困難に直面している人はまだ多くいます。特に美容業界では聴覚障害者がネイリストとして活躍できる場は限られています。ここ軸、こうなるとちょっとグラグラしちゃうから、ここで。すごいうまい。
ってるし、ふわふわにするカップ、うん、なんか、先生角度、うん、ちょっと教えてもらったりとかで、ちょっと好き感じで難しいなって思いでもだんだん慣れてきた、うまい、ちょっとハンガー届けたピカピカうわピカ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 のジェルを拭き取ります。もう固まってるんですね。もう固まってます。かわいい。はい、終わりです。終わりです、はい、やってみましょう。で好きな色を、塗る人に選んでもらって難しそう。難しい。
途中からじゃなくて、もう一気に一気に塗る。でこれで OK。これって大丈夫？これで大丈夫。で二回目で綺麗にすればいいから。ああ、うん、なるほど。一回目で綺麗にはならなくていいので。ああ、なるほど。はい。じゃあ入れてください。なるほど。ああ、こっち。で、こっちから塗っていく。こっちから。なぜかっていうと、こっち塗ったとこっち塗ったらついちゃうから。ああ、なるほどね。キラキラキラ、かわいい。今日やってみてどうでした？塗るのも楽しいし、うん、爪も可愛く塗れるからすごいいいなって思いました。じゃあ今日の回答お願いします。今日の感想お願いします。初めてね、ロコが私も普段マネージンでそのマニキュアを使うことはあるけど、うん、ちゃんとこう削ったりとかしてやるのは初めてだったので、行ったこともなかったので、うん、知ることが多くて新鮮で楽しかったです。Thank you.